嘘嘘ちゃうのあれはほんまにビリビリしてんねん。そんなビリビリこんやつ家に送られて困るやろ。まあ嘘ちゃうでほんまにやで。そんな嘘っぽかったかな。もうあれで嘘やったら私人狼ゲーム優勝ですよ。マジさ、夕方 NMB のあのイエスシアターでビリビリやる以上に家でビリビリ受けたから。そんなことある？演技じゃないよ。でも初めてアタオカもらえてめっちゃ嬉しい。そう、今日ね夕方 NMB に出演させていただいたんですよ。あのまだ見てない方のために言うけどね、そう出演させていただいて、私はあのアタオカっていう毎回あの夕方 NMB っていうなんか大喜利とかいっぱいしてなんか一番まあ頭がおかしかった人って言うんですかをリリーさんに選んでいただいて、あのそのニックネームがもらえるんですよ。でそのニックネームもらえたらあのいつもバッチつけてるんですけど、その下にニックネームがつくんですよ。そのリリーさんにつけていただいた。そうでも私一回も MVP になれなくて、まだ今日初めてそのアタオカをいただいたんですけど、その名前が嘘ビリビリっていう名前で、なんでそれになったかって言ったら、罰ゲームでほらビリビリあるじゃないですか、こう押したらめっちゃ電気プリってくるやつ、あれをそう私真剣に受けたんですよ、罰ゲームちゃんとね受けたのに、モモネは嘘やって言われて、それは演技って言われて、演技じゃないのに、んで何回もする羽目になって、今の演技やったやろもう一回ってなって、何回もさせられたけど MVP いただけたので嬉しいです。アタオカって言ってるけど MVP っていうね、なんかちょっとすごい矛盾してるんですけどまあでもリリーさんの優しさですよね。ありがとうございます。嬉しい。私逆になんかこんな怒ってるけど全然怒ってない、もうありがとうございますっていう感謝の気持ちでいっぱい。マジマジ超ね嬉しい。またスタジオっていうんですか、夕方行った時に自分の下の名前に嘘ビリビリっていう名前がつくんやって思ったら嬉しい。ただそれ見ただけやったらなんかな、なんやろってなるけど、でもあれ演技やったらさ、あれじゃない、結構向いてると思う女優に。メジュー、ありがとうございます。ね、早くスタジオでやりたいですね。もしかしたらね、次の6月11日はもう、まあ、お客さんは入れるかわかんないですけど、スタジオでねイエスシアターできるかもしれないですしね。やっぱ配信だとすごい時差があるから、なんか喋るタイミングが被っちゃったり、うん、なんか難しいし、やっぱ直接会って喋りたいなって思いました。そう、森山さん二人になったりして、もうねめっちゃ面白かった。まだ見てない方はあの私がリツイートしたんですけど、あの見れるらしい、え、ちゃうわ、あ、見れるらしいので見てください。楽しかった。そう、森山さんがね急に止まって、で急に止まったかと思ったら暗くなって、
で、あ、再会したと思ったら森山さん2人出てきてめっちゃ面白かった。なんかそういうバグもなんか配信だからこそ面白かったですね。っていう夕方の MV もう私大好きなんですよ。毎回爆笑して帰るからね、超好き。今日は何する？今日は何する？あ、岡山解除されたんや。嘘。じゃあラジオ収録行けますね。大阪解除されたの意味ないか。ビリビリ演技じゃないもん。昼と夕と夜？うん、どれもね違って良さある。選べないです。昼型と夜型と夕型やろ。どれも面白い。この前最近初めて夜型出たけど、夜型めっちゃ面白かったもん。それぞれのね良さがあるから。バナナジュースめっちゃ美味しかった。ナイスバナナ。てかバナナ家に今10本ぐらいあるんですよ。そう、妹が買ってきてくれたと思ったら次お母さんも買ってきてくれてて、バナナがいっぱいある。またね、あ、蜂蜜入れたら美味しいんや。また作ってって言ってくれたからね、作るわ。美味しそうやった。お、そう、皆さんに教えてもらったからありがとうございます。次何作ろっかな。バナナでバナナケーキとか。バナナ、私バナナのな、あの蒸しパンみたいなやつとかめっちゃ作りたいな。昔おかんが作ってくれて、ストーリーの速さ、そう、バスケのめちゃめちゃへっぴり腰の速さ面白いね。もう消えちゃったかな、ストーリー。ハワイに白い蜂蜜あんの？嘘。なんで白いんですか？あの武田バーベキューさんにさ、もっと私レシピ知りたい、教えてほしいのね。フレンチトースト作ったんですよ、しかも朝から。で武田バーベキューさんに教えていただいた時は、まあ、10分ぐらいしか置けなかったけど、私1時間ぐらい浸して置いてたらすごい吸ってたから、時間置けば置くほどあれフレンチトーストは吸ってくれる。もうパンがね乾燥してカチカチやったんですよ。もうこれ吸わんわと思って一生懸命いっぱい穴開けたらめっちゃ吸ってた。だからね、よかった。あ、そうなんですよ、土曜日にね、そう、出演させていただくんですよ。また武田バーベキューさんに、アーヤンと北村まなちゃんの3人でさせていただけるんです。嬉しい。またお願いしますって言ったらこんなすぐに叶うと思ってなくて楽しみ。マジマナティと会うのは超久しぶりかな。アイアンはね、てっぺんラジオで会ったから、うん、楽しみ。ただ材料をまだ買いに行ってないという。土曜日やんな、今日木曜か、まだ行けるか。バーベー、ちょっと白い蜂蜜が気になります。ねえ、ハワイ行きたい、誰か連れてって。
ね、売り切れたらやばい。いやほんまにそれよ。あーなんかね、蜂蜜白っていうか、あ白やハワイアン、レアハワイアン、大事な花粉やプロポリスなどの栄養うまみがそのまま残ってんねんて。え、これさハワイ行ったらさお土産とかでさもらったら超嬉しくないですか。お値段はそうですね、あまあ、ホットケーキにも合いますし、フレンチトーストにも合いますし、ナッツやフルーツ、蜂蜜漬けにもねできる、まあ、いろんな使い方があるっていうメリットを考えた上で、そうですね、まあ4100円というのはまあ安いんじゃないでしょうか。ね、送料無料っていうね、あのオプションも付けさせていただいてます今回は。ね、やっぱりハワイ本場に行かなくても手に入るというこのね、何にでも合うんですよ。そうですね、まあ日本で購入すると 200g だと5000円、日本で買うと5000円ぐらいしちゃいしまうんですけど、まあ、本場に行くとね25ドルほどってことは、25ドルって日本円でなんぼですか。1ドルってなんぼ、いいお値段だね確かに。だからこそなんかさハワイ行った時のお土産とかでもらえたらめっちゃ嬉しい。2500円、マジ半額。そうなんや、100ちょいいくぐらいやから2600ぐらいか。いやでも自分のご褒美とかでめっちゃいいと思う。欲しいなこれ、白い蜂蜜食べたことありますか。ホワイ行きたいな。食べたことないか。私もない。お、あります、どう、甘い。なんかね私ねこういうネットの食べ物とかみんな苦手やねんな。なんかあ5400円するわ。なんかもうね分からんくなるね、こういうのしちゃうね。味が気になりますよね。パンに塗ると美味しい。はい、絶対美味しいよな。蜂蜜がね私昔もうほんまに食べれなくて、食べれるようになったのがあのダイエットを意識しだした時なんですけど、本当にヨーグルト、朝はもうヨーグルトだけって決めてダイエットしてた時期があって、でもさすがにヨーグルトも私めちゃめちゃ苦手やから、でもヨーグルトだけで食べるのは嫌やなって思った時に蜂蜜入れたらすごい効果的っていうのを見て、蜂蜜をまあ恐る恐る食べてみたらめっちゃ合うってなって、美味しいってなって、で歌う前とかにも蜂蜜を舐めたら油分があるからすごい歌いやすくなるってことで、舐めてる人がいて私もよく舐めてて、そう昔は嫌いなもの多かった、でも最近は嫌いやけど食べてみたら美味しいやんって気づくことが増えて218いきました。そうなのよ、でもね美味しい。プーさんのまでで蜂蜜食べたいな。蜂蜜食べたいな似てへんな。はーあーちみあああああちみ食べたいなダメでした。本
け、本気かな、思い出せねえな。あー君、あかん、何回やってもな、同じプーになる。でも一回まなぶくんでプーさんの回ってあった、プーさん展、プーさんの回っていうか絵画の回ですよね。でプーさんが出てきた時にプーさん秘密を知りました。本名アレクサンダーやったっけ、プー要素ゼロやん。熊のプーさんですね。プーさんのハニーハントに乗りたくなりますね。ちょっとバナナ料理、なんかバナナ料理ダイエットやって、今ちょっと食べ過ぎてさ、ほらあれじゃない、お腹の脂肪を気にしてる人いい多いんじゃない。すごい低カロリーでダイエット、無糖バナナだって。バナナ、卵、蜂蜜、豆乳、薄力粉、ベーキングパウダー、あれですね、砂糖を使わへんっていいですね。しかも牛乳じゃなくて豆乳っていう、どう、甘くないかな。卵もあったらどうなんやろね、バナナ料理ね、私いろいろ開発していきたいな。なんか冷凍して叩き潰すのも美味しいらしい。これはね、ほんのり甘いバナナケーキ。でもダイエット中にケーキ食べれるって考えたらめっちゃいいと思う。これあ、青いバナナってなんやろ、まだ黄色くなる前、作りたいな。違うんですよ、私作るのはいいけどね、皆さんに食べてほしいわけ、ももが作ったので、美味しいって言ってほしい、わあ美味しそうよりも美味しいって言ってもらえる方がもう何倍も嬉しいよねって思う。売れる前、そんな売ってんねや。朝食食べる時間ないときバナナ食べるのが美味しい。いいね。うん、お腹壊しても大丈夫な方のみ入店可能で、もうそこだけお腹壊す前提で話すけど、5時にバナナを食べるだけでダイエット効果がある。お、いいね、大丈夫、ま、いいねいいね。お店の名前はもう、何があっても自己責任っていうお店の名前にして安田が作ります。それを劇場の前に立てて揺らしてください。ぜひ、どうする、全部火は通してるやつにしとくな。全く可愛くないよな。なんかもっと可愛い自己責任っていうあれないの。自己責任って英語で何ですか。マイン責任ってなんやろ、マイン、マインポイント、責任って何、責任レスリスクセルフ待って、ローズユアセルフ思い出した、リリーさん
すごい自己責任って言ったら、self responsibility。 わかるかい？ self responsibility、 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 self responsibility、self-responsibility、 self-responsibility、 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 いらっしゃいませ、 self-responsibility、 いらっしゃいませ、ようこそ、self responsibility、 いいよ、ようこそ、 self responsibility、 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 self responsibility、self responsibility、 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 どう？言えた？ self responsibility、 何回やねんな。でもさ、何回耳に入れたら覚えるっけ。 OK、 Self Responsibility がももちの、ももちって言っちゃった、もものお店の名前です。 Self Responsibility、 よくぞ Self Responsibility へ。 OK、 明日になったら忘れてるから皆さん一緒に覚えとこな。明日も一発目 Self Responsibility やから忘れてんやろな、もんかな。じゃあラインアップします。13位高間さん、ありがとうございました。12位マイクちゃん、ありがとうございました。11位ガチのつりしさん、ありがとうございました。10位岡田くん、ありがとうございました。9位谷博さん、ありがとうございました。8位ミッチー、ありがとうございました。7位小関、ありがとうございました。6位のっぴーさん、ありがとうございました。5位クニーさん、 OK、 ありがとうございました。4位おじ鳥おじさん、ありがとうございました。おじさんって言っちゃった。3位富士さん、ありがとうございました。2位マリア、超ガチ恋サーマル、モネニワキチュウさん、ありがとうございました。そして1位はナナシカさん、ありがとうございました。あー、くしゃみりそう。 Self Responsibility、 ではまた明日、ありがとうございました。 Self Responsibility、 バイバイ、 See you on the next